はい、こんにちは。暮れも押し迫ってきてないですけど、まだ、まあでも、もう来年がもう見えてきたんで、2021年問題ということで、2021の2021条を15で割った余りは、ということで、サムネに制限時間1分と書いたけど、本当に慣れてくればこんなの本当に1分で解けるんですけども、まあなんでささっと1分で解いた後に、まあじゃあ、合同式ってなんだよという人のために、一応合同式を少し丁寧に説明して、もう一回これを、丁寧にやろうかだと思うんですけど、まずはささっとやっちゃうんだったら、2021っていう数、これは素因数分解しようと、まあ来年に向けてしておくべきなんでしょうけども、なかなかちょっと素因数分解気づきにくい数なんですが、かつて慶応女子校が9991を素因数分解せよという問題を出したことありますが、これはいかにもこのわざとらしさに気づけた人も多かったと思うんですけども、1万引く9なんで、1万ってのは100の2乗。で、9ってのは3の2乗。で、ワトソンの積を利用すれば、100たす3と100引く3で、まあ103も97も共に素数なんで、これで素因数分解が完了と。これ、この方法に気づかずにちまちまやっていくと、97まで頑張って、97って多分25番目の素数ですよね、きっと。1から100までに確か素因素数25があったんで、25回目でやっと割り切るっていう、ちょっと悲惨な状況になっちゃうんで、これに気づかなければいけないのと、実はこれ似たような数で、まあ、ただ、45の2乗が2025っていうのは、あんまり有名じゃないし、意識したこともない人も、私もこんな平方数、まあ、かつて、下一桁が5の平方数は簡単に出ますよ。こっちからこっちは簡単ですよ、やりましたが、こっちを、この数見て、元の数を意識したことはあんまりないんで。ちなみにですから、1の位が5の数の平方数っていうのは6、7、4、12、25というふうにこの数と次の上6、7で書いて積をで下2桁は25とだから75だったら8、7、56、25とかというふうに7、8、56と25と、まあ、これ仕組みはもう文字で書けばすぐに意味は分かりますのでまあやってみてくださいとっていうふうに45の2乗が2025だから、2021っていうのは、45の2乗引く4は2の2乗。なんでこれも 47×43 っていうふうに、素因数分解を、この仕組みを気づかないと、まあ43まで頑張らないと割り切れないっていうちょっと、まあ素因数分解しづらい。ただし平方の差を使えば簡単にできるという数になっています。まあただこの問題は、15で割った余りなんで、モッド15を考えるんだったら、もうここまで行く必要なくて、45っていうのが、15で割ったら、0ですと。あまり割り切るか。ってことは、これ合同マイナス4。で、しかも、マイナス4っていうのは、2乗すると16なんで、これは15で割った余り1ですと。ってことは、2021の、偶数上だったらそれはもう余り1ですと。じゃあ2021の2021乗、これ奇数上なんで、これにもう一回マイナス4をかけるから、結局これは合同マイナス4。なんで15で割った余りはマイナス4。で、ただしまあもちろん余りにマイナスはあまりふさわしくないんで、15を足せばいいんで11という、まあこれが答えですという話なんですが、ですからまあ答えはまあ余計な話を今、省けばもう要するに45は0。じゃあマイナス4。2乗して16は1。じゃあ偶数上だったら1。奇数上だからもう1個マイナス4かけて5というふうにさっさと出るんですが、じゃあ、合同式今なんだよ。ちょっとよくわからんっていう人にちょっともう少しゆっくり説明するならば、合同式っていうのはとにかく割った時の余りだけに注目しますと。例えば、モッド3って言ったら、3で割った余りだけに注目します。で、7っていう数と、例えば13っていう数は、3で割った余りに関しては同じなんで、こういうのを合同、7、13と書きますと。どういうことかっていうと、7は 3×2 足す1。3で割って、3の倍数と1。13は 3×4 足す1。3の倍数と1。で、この、部分が3の倍数以外の部分が同じものをこうやって合同と書きます。じゃあこれの便利なところっていうのは、この合同式のこの3本線のイコールも、
等式と同じように足し算引き算掛け算はじゃんじゃんやって大丈夫です。ただし割り算はちょっと割るときに条件必要なんで、割り算の必要な条件ってちょっとここでは割愛しますが、足し算引き算掛け算はじゃんじゃんできると。まあ例えばこれ7に2を足したものと13に2を足したもの、これ合同です。今度9と15になって、9と15は結局3で割り切れるから余りは0なんですけど、まあ共に0でちゃんと合同ですと。でこれ掛け算したって大丈夫です。掛け算かける2かける2すると、まあこっちで言うなら14と26ですが、これも合同ですっていうのは、結局3かける4足す2ですね。これ分配するとで3かける8足す2、やっぱり3の倍数と2、3の倍数と2っていう風に掛け算しても大丈夫です。足し算しても大丈夫。まあ足し算が大丈夫なら引き算も大丈夫というようになってるんで、非常に便利な性質が等式と同じように使えると。で、割った余りの話するときに、別に3で割ったら余りってのは0、1、2のどれかの、3つのうちどれかですが、一時的に別に3よりでかいとか、マイナスとか別に構わないです。で、特にマイナスなんかは便利で、余りのことをあまりマイナス1と表現すると便利な場合が多いですと。っていうのは、じゃ例えばこの余りマイナス1考えるっていうのは、実は中学入試なんかにも時々出てきて、例えば、みかんを子供に3個ずつ配ったら、3個ずつ配ったら余りが2個余りましたと。4個ずつ配ったら、もやっぱり余りが2個でしたと。5個ずつ配っても、やっぱり余りが2個でした。じゃあこの時、みかんとして考えられる、最低の個数は何個でしょうかと。そうすると、それは、3の倍数足す2だし、4の倍数足す2だし、5の倍数足す2だから、3と4と5の最小公倍数足す2で、まあ62個と。いう、まあ、のが普通なんですが、それでいいんですけども、これ、ちょっとひねった問題の時に、3個ずつ配ったら2個余った。4個ずつ配ったら3個余った。5個ずつ配ったら4個余ったっていうのも、今だと実は同じように考えることができて、3個ずつ配って2個余る。4個ずつ配って3個余る。5個ずつ配って4個余ると。あと1個じゃんと。全部あと1個あればちゃんと割り切れるのに。ということで、これを、余りを2じゃなくてマイナス1。3じゃなくて余りマイナス1。4じゃなくて余りマイナス1とすれば、実はこれ全部余りが一緒ですと。となると、同じ話で、3、4、5の最小公倍数60、引く1で59個っていうふうに出せるように、余りをマイナスと考えることもできますと。で、この合同式が一番便利な場面というのは、こういった類乗の時ですね。まあ、二項展開とも関係するんですが、例えば、じゃなくても、具体的にじゃなくて、抽象的に文字で、モッド P、P で割った時の余りっていうのは、余りっていうのは0から、割り切れる0から P-1 まで。じゃあ、モッド P、P で割った時の余りが、例えば、L だったという時に、それは MP プラス L。これが、モッド P で余りが L なんで L。で、これを、何乗化した時の、やっぱりモッド P がどうなってるかっていうと、これ実は L の N 乗だけでいいと。こっち関係ないですと。っていうのは、これ二項展開すれば、MP の N 乗足すコンビネーション N1 の MP の N-1 乗かける L 足す、点点点点点、最後の手前がコンビネーション N1 の MPP かける L の N-1 乗足す L の N 乗で、この最後の L の N 乗以外はこれ全部 P 含んでますと。P の倍数ですと。そうすると P で割った余りはもうこれだけですねと。いうふうに、特に類乗の時にこれ便利ですと。そうすると今のこの、じゃあこの問題で15で割った余りの話の時に、別に今最初2021の素因数分解を45の2乗引く2の2乗なんていうふうにテクニカルに素因数分解しましたが、別にこんなの必要なくて、ごく普通に2021を
15で割った余り求めれば、52だから、3で45で71で、まあ、ここで、4でも5でもいいんですけど、4だと、まあ、60で余り11ですけども、絶対値がちっちゃい方が便利なんで、ここはあえて135としちゃった方がやっぱり便利ですと。そうすると、これが75なんで、余りマイナス4と。そうすると2021っていうのは 15×135-4 と。そうするとさっき、二項展開と合同式の相性が良かったように、これ2021の2021乗っていうのは 15×135-4 の2021乗と。そうするとこれは合同をさっきここの部分はもう関係なくて最後、ここだけ。マイナス4の2021乗になりますと。そうするとこれっていうのは指数法則でマイナス4のかけるマイナス4の2020乗と。で、これはまあイコールマイナス4かける16の1010乗ですね。マイナス4の2乗の1010乗なんで。そうするとこの部分16。で、16っていうのは15で割った余り1だから1の1010乗と。1は何乗しても1だから結局これはマイナス4っていうふうになりますよっていうのが、まあ、大してあまりゆっくりじゃなかったですけど、これの答えを出す方法ですと。じゃあ以上です。ありがとうございました。